わかんないの？ああ、わかんないだろうね。わかられてたまるか。さっきからそれで気取ってるけど、本当は内心ヒヤヒヤしてるんでしょ。もう黙ってくれよ。おしゃべりはたくさんだよ。わかった。私たちもう終わりにするしかないよね。終わりにしよう。さっさとババを引け。私はババを引かない。そっちかな。いや、こっちかもしれないぞ。いや、そっちかもしれないし、こっちかもしれない。やったー、勝った。ふいふいふい、アイス1年分ゲット負けた。その髪型かわいい。じゃあいつもの髪型かわいくないんだ。いやいや、そうじゃないよ。今日さらにかわいいってこと。あ、服とかも素敵だし。じゃあいつもの服は素敵じゃないんだ。ほえ、そうじゃないんだって。いつもかわいい。でも今日はスペシャルってだけで。じゃあいつもはスペシャルじゃないんだ。ごめん、いつもスペシャル。なんか勘違いしてた。今日のキョウちゃんのかわいさはいつもと同じ、ずっと同じかわいさだよ。じゃあ頑張っても意味ないんだ。もうダメだ。どこまで許せる。恋人が自分の誕生日を忘れる。そうだよね。そりゃそうだ。一平も悲しいわ、さすがに。恋人が陽キャ。だけど全然会うんだったら許せますよ、全然。もちろんそりゃ。まあいいか、別に。何それ、何それ。恋人が不潔。ダメ。一平が綺麗にしちゃうから大丈夫。恋人が全然デートに行ってくれない。一平はもうインド派なんで全然大丈夫ですけど。好きなのね。うん。デートには行きたいね。そうだよね。おはよう。おはよう。反省した？え？反省してないの？昨日あんなひどいことしといて。ひどいこと？一平の頭ぶったよね。え？嘘？で、ほっぺピンタしたよね。ピンタ？しかもその後突き飛ばしたじゃん。え？してないよ。謝ってよ。もうしらばくれるとか最低。でも本当にしてない。しかもその後一平を転がして雪玉作ったよね。はぁ？海でサメと一平をロープで繋いで遊んでた。で、ロケットに縛り付けて一平を月に飛ばしたよね。それ夢でしょう。夢？ああ、夢かも。ちょっと二度寝して確かめて。待って。え？さっきから散々京ちゃんに怒鳴りつけてたよね。そっちが謝れ。ごめんなさい。髪型また変えようと思うんだけどさ、どういう髪型がいいと思う？坊主は？坊主は違うじゃん。ちょっとなんか他の髪型とかない？あ、じゃあかっこいい感じとか。うんうん。スキンヘッドとか。いやいや、一緒なのよ。一緒なのよ。だからなんかそういうのじゃない、離れてる、なんか他のやつないの？可愛い感じ。可愛い感じ。丸刈り。丸刈り可愛い。明日のデートの夕食は焼肉にしよう。寿司にしよう。いやいや、待って、焼肉でしょ。どう考えても寿司じゃない。想像してみて、溢れ出る肉汁、炊き込む白飯、うん、焼肉が君を待っている。サーモン、イクラ、エビカニ、マグロ、個性豊かな寿司ネタを自由に好きに選べるなんてワクワクするでしょ。カルビ、ハラミ、ミロ、タン、ホルモン、こっちだって自由ある。でも結局、しかも豚だ。論点をすり替えないでほしいな。明日のデートは結構悪く、その後に食べるべきものは何か。肉だ。そう、肉で体を癒すんだ。だから魚の肉でもいいでしょ。仕方ない、切り札を出すしかないようだ。何？明日のデートどこに行くんだっけ。それはキョウちゃんのリクエストで。そう、明日のデート先はキョウちゃんのリクエストならば、夜ご飯は僕がリクエストしてもいいはず。確かに。勝った、明日は焼肉じゃーい。あ、そろそろ、あ、そろキョウちゃんお帰りなさい。お、かわいい。そっち系ね。パープル系でしょ。かわいい。え、めっちゃかわいい。あら、一段とかわいくなって。あなたまた服装もかわいいね。そしてなんですかこの髪色。ちょっとすぐさまデート行きたいんですけれども。え、かわいい。めっちゃかわいい。すごいかわいい。いいじゃん、いいじゃん。新生きょうちゃん、新生きょうちゃん。わあ、素敵。よろしくね。よろしくね。昨日話したやつ買ってくれた？うん、買ってきたよ。ようやく切れた電球変えられる。大根のことだよね。じゃあ早速つけよう。つける？この大根漬物にするの？だから浅漬け的な感じ。電球浅くつけたら落ちてくるでしょ。浅漬けっていうか深漬けでお願い。深漬け？浅漬けは知ってるけど深漬けって何？どうやってつければいいのかわからない。はぁ、天井にねじ込めばいいでしょ。天井にねじ込むの？大根。大根？え、大根の話じゃないの？違うよ、電球の話だよ。あ、電球買うの忘れてた。やばい。
髪の毛どうしたの？ちょっと帽子取ってみてよ。髪の毛？え、今日やばいよ、だって髪型。だって今日ずっと帽子かぶってたから変な髪型にはなるよ。まだ帽子かぶってる方がいいでしょ。斬新な帽子かぶってるね今日。え、これ可愛くない？いっぺん浮気してるでしょ。リスナーさんが何人も目撃してるの。昨日ショッピングモールで他の女といたって。あ、一緒にカフェに行ったんだ。うん、行った。一緒に雑貨屋さんも行ったんだ。確か行った。さらに服屋で一緒に買い物してたんだって。いや、買ってって言われて。最低。ちょっと待って、父ちゃんも騙したんだ。話し合おうって。もういっぺん。妹です。え、それ妹です。この前言ったよね、今度出かけるって。ああ、そういえば先週妹の誕生日だったからサンプレとか買ってたの。ごめんなさい。さて、食べ頃かな。これ一平のでしょ。これ京ちゃんの。いや、絶対これは一平のだって。そうだ、京ちゃんの。京ちゃんのだっていう証拠だってよ。そっちこそ証拠出してよ。絶対にこの前買ったもん。京ちゃんだって買ったもん。嘘つくのやめてよ。本当なんだ。これは絶対一平の。あら、分かったよ。さて、いただきます。溶けてる。あれ、もう一個あるじゃん。あ、ドロドロだ。キャッちゃん、始末した？え、なに、物騒。こっちはお金払って武器まで調達したんだよ。暗殺の依頼でもした？怖すぎるんですけど。逃がしたら報復されるんだよ。報復？どこの組織と戦ってんの？一匹でも逃せば、奴らは千匹になって帰ってくる。怖い怖い怖いって。どう？やった？やったって、やっちゃったの？よし、始末成功。人生終了。聞いちゃいけない会話を聞いちゃった。無事にゴキブリ退治できたね。よし。お、一口ちょうだい。あ、いいよ。美味しい、ありがとう。これ美味しいよね。美味しい。もうまた服を着っぱなしにして。今日という今日は限界だよ。堪忍袋の尾が切れた。仏の皮も3度まで。下すき中にも礼儀ありだからね。とりあえず正座、その後ブリッジ、犬のヘアバンドでもつけて3回回ってバンダーとか言えたらな。まあこんなこと京ちゃんには絶対に言えないけど。なーに。え、あの、その、ずいぶん楽しそうだったね。正座、はい、ブリッジ、はい、3回回ってわ。ごめんなさい、言い過ぎたわ。今日あれがね、若返ってるね。本当に？うん。やっぱさ、髪変えたからじゃない？パーマ当て直したんですよ。なんか今日結構鼻の穴がでかい。鼻の穴がでかいのは褒めてないね。チキン食べれるの？チキン食べれるじゃん。その顔で。その顔ってどの顔？優しい顔ってこと？だとしたらありがとう。じゃあご飯食べよっか。ポテト。ポテト、ポテト。うん。